続きザイオンさん、出場機会を求めて漫遊に行かずシントと矢印結局控え。日本代表ゴールキーパーシュミットはシントとロイデン残留解析について問われ今のところ何もないです。ザイオンどうすんだよ。西川の控えからシュミットの控えじゃ行った意味ないだろ。草アホすぎる。欧州の空気吸っただけにならないといいが。買い取りがあった際にかなり買い叩かれるなわら。マジでザイオンは意味わからん何やってんの遺跡の話の時その確認してないの？だったらユナイテッドでベンチの方が100倍勉強になるだろ。プレミアはサテライト的なリーグがあってそっちで試合経験詰めるって話もあったのにな。マンユーの控えで9億が良かったよな。オナナ取ったからマンユーやめたとか、ザイオンもちょっとアレなところあるんだよな。まあ、レンタルだからダメなら帰ってくればよい。まさかトトロから京都にレンタルとか。そんなアホな遺跡を許す土田と西野。ザイオンもいい加減アホな代理人切れよ。ザイオンは来年帰ってくるかもね。浦和が儲かる話は破談にさせる代理人。シントとデサブはマジで笑う。ザイオンもう帰ってこいよ。